はい、おはようございます。達郎です。まあ、ちょっと久しぶりに、気分転換で外で動画を撮っていますが、今日はですね、ちょっととあるものに僕が参加することになったので、それのね、ちょっと告知の動画になります。まあ多分サムネにもあるし、多分タイトルにも参加しますみたいなのがあると思うんですけど、沖縄を元気にっていう、プロジェクトに参加をすることになりました。はい。で、どういうものかというとですね、今まあニュースとかでもたくさん流れてますし、多分日本全国同じ状況だとは思うんですけど、非常にコロナのおかげこのせいか、コロナのせいで飲食店さんは本当に今窮地に立たされているんですね。で、まあ体力のある、いわゆるその資金力のある企業さんっていうのはまだもうちょっとマシだとは思うんですけど、いわゆるその零細であったり中小っていう小さい小規模な飲食店さんとか、お店さんとかっていうのは本当に大変なんですよ。本当に大変で、まあ、そこをなんとか、お手伝いというか支援をできたらなっていうことでですね、今回は沖縄を元気にプロジェクトというのが、サニージャーニーさんという沖縄のね YouTube の配信者の方がいらっしゃるんですけど、その方を筆頭に、始まったという形になってます。どういうものかというとですね、いわゆるその巨大ではない、その例えば何千人とかレベルの僕ら YouTube の配信者たちが集まって、中小企業とか小さいお店さんのお店のね、PR 動画を無料で作成しますよっていうプロジェクト。簡単に言うとこんな感じです。で、まあ長さとか決まってたり、どういう流れでとかどういう方法でとか、いろいろ細かいことはあるんですけれども、簡単に言うと、無料で PR 動画をお取りして、それをこう配信させていただくっていうプロジェクトになっている。まあないよりはいいというか、今ねやっぱお店に来てもらうこともちょっとはばかられるというか、お店を開けることもはばかられるような時代にはなったと思うんですけど、やっぱそれが開けた時、お店に人が来てもいいよってなった時のためというかね、に、やっぱりこういうものが、必要なんではないかということで、まあ、わずかな力ながらでもですね、PR 動画を撮らせていただいて、無料で PR をさせていただこうという話になりました。はい。でこれはですね、僕の概要欄の方に、このプロジェクトの概要ページ、どういうものをやってますというページをね貼り付けています。でそこから、飛ぶことができます。応募フォームに応募ことができるので、これを見ていただいている事業者の方は、そちらから、応募の方をお願いいたします。でこれを見ている事業者の方、事業者じゃない方、いわゆる一般の視聴者の方はですね、どうか、このプロジェクト、ハッシュタグ沖縄を元気にっていう名前になっています。これをですね、ツイッター、まあ、基本ツイッターかな、ツイッターとかインスタグラムとかで、どうかね、拡散をしてほしいです。僕この動画もですね、ツイッターにもつぶやいてますし、この動画自体をですね、拡散とかをしていただいて、あ、沖縄今こういうことやってるんだ、あ、それだったらちょっとこのハッシュタグつけて投稿してる投稿者の動画見てみようかなとか、そういう風に広がっていくと思うので、それをね拡散したり見たりしていただきたいなと思います。概要ページにこれに参加してる YouTube の配信者がバーッと載っておりますので、それもね見ていただいて、あ、こういう人もやってんだ、ああいう人もやってんだっていう風に、ちょっと見ていただければいいんじゃないかなと、思います。はい、ということでね、今回はちょっと短いんですけれども、沖縄を元気にというプロジェクトに参加するという表明の動画でした。沖縄今すごい大変なので、少しでもね支えになればいいなと思います。頑張ります。はい、以上です。ぜひ、概要欄から、プロジェクトページ飛んでみてください。バイバイ。